こんにちは、カプリショーです。今回はこちらの組み立て式の星を作っていきたいと思います。結構ですね、しっかりした作品です。こちらは 7.5 センチ角の折り紙を全部で12枚使っています。そうするとですね、だいたい縦横の長さが12センチぐらいのこういった作品が出来上がります。それでは早速作っていきます。折り方は全部同じです。まずは三角にこうして折っていきます。そうしたら今度は半分に折って、向きを変えて、この線に合わせて、こう折ったら、ひっくり返して、同じように、このラインに合わせて、こうして折っていきます。そうしたらですね、こちらの角をこのラインに合わせて、こう折ってひっくり返して、こちらも同じように折っていきます。そしたらですね、このラインで向こう側に折ります。ひっくり返してこの部分を向こう側に折ります。これで一つのユニットの完成です。使い方はこんな感じになります。では残りの11枚も折っていきます。それでは12ユニット揃ったので組み立てていきます。とここを合わせて、まずはですね、ここに三角を作っていきます。そうしたら次のところに移って、ここにも三角いきます。最初はですね、安定していないので持ちにくいと思います。木の方からこう入れて、
ほんとだ、このところがくっつきそうなので、こうして三角を作る感じで作っていきます。だんだんですね、固まってくると取れにくくなってきます。最後です。あとはですね、現在クシャクシャとしていますが、ちょっと こうして稼働していくと、しっかり固まってくるかと思います。これで出来上がりです。しっかりここのところがキュッとなると、かっちりとした作品。
品になるはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よかったらよろしくお願いします。